ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは Facebook Japan の児玉太郎と申します。日本財団の町井則夫です。本当はこのエリアに住んで働いてる人たちの得意なことを教えてほしいんですけどね。まあ、それはなんかこう森ビルさんとかお願いしたいですけど。なるほど。実は同じビルにエリアにフェイスブックがいるっていうことはもちろんみんなに知っていただいてもいいと思いますし、はい、あまりそんな型にはめて、アカデミックな型にはめていただく必要はなくて、場があったりするだけで結構人々ってクリエイティブに遊んだりするんだと思うんですよね。そういう意味で言うと、私なんかがちょっと作った団体で、日本アメ女アメ男協会っていうふざけた団体があるんですけど、それは一体いくらぐらい支援を受けてるんですか？いや、ほぼゼロなんですけどやりたいことは、世界銀行が言う通り、20世紀は石油で戦争が起きたとすれば、21世紀は水で戦争が起きるっていう予測を立ててるぐらい水問題ってすごい重要で、それを水って大事なんだよとか、水で戦争が起こるんだよって言ってもみんなこう耳を傾けてもらえないんですけど、あなたアメ女ですよねとか、あなたアメ男ですよねって言った瞬間に、でも水って雨を降らせる力って、世界的に見たらものすごいポジティブだったパワーで、決してネガティブに思うことじゃないよみたいなことを言うと、その通りだねみたいな感じで、結構会員がどーっと増えたりとかしてるんですよね。やっぱりその同じことをやるんでも、こう面白くすることで人が集まりやすい状態を作って、そこに集まれるプラットフォームがあるっていうのは、ものすごくイノベーションを生む土壌としては僕は重要だなって思ってて。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。